気づかなかった。あれって実物はズキューンって音しないらしいね。そういえば報道番組とかでもそうね。そうだね。私も、はい、ありがとう。それじゃ後でエマちゃんのクラスにも行くね。うん。自分知ってた？ひろっちって結構有名人なんだよ。学校で？そりゃ全国区じゃないけどさ。そうなんだ。だからカンパも集まったみたいなもんだけど。私の美貌はそんな罪作りなんだ。サンデーとか制服とかで有名なだけだけどね。いやいや、あ、もういなくなってる。ほんと、さっきまであんなに集まってたのに。マイク突きつけられたらどうしようかと思った。そのまま教室に行っていいから。木下くんのことがあってもまだ変えないほど私も無茶じゃないし、教室まで様子を見に行くから。なんで？気にしていた風だった。木下くんと仲良かったのかな。わかった。じゃあもし登校していたら中央委員会の時に確かめてみる。これだけ感動したのはいつ以来だろうか。ところでこの町で殺人事件があったんだってな。マジで？へえ、アナウンサーにインタビューとかされた？ドンパチだろ？マジかよって思ったけど。変な病気といい、妙にバタバタしてきたよな。
おお。ちょっといいか。マジってちゃんと使い続けてる。でどうよ。ダメなんだよ。全然変わりゃしねえ。意味ねえよあんなの。忘れるかよ。お前はまだ余裕があるみたいだな。そのうち国見にも分かるようになるよ。俺の感じている焦りがどんなもんか。政治家になった方がいいよ。な、何？急に。じゃあ、和葉ちゃんのクラスでもそうだったってこと？うん。ファンクラブができそうな勢い。今時学園のアイドルみたいな。政治家からアイドルって随分な落差だね。チカ子ちゃん呼んでくるね。ちょっと筆舌に尽くしがたいかな。ちょっと表現不能な前衛芸術のような。珍しいね、エマちゃんが冗談言うなんて。冗談じゃないですよ。ただいまっと。今日は午後から来るんだって。なんかね、そ
そういうこと多いらしいよ。病院に寄ってから投稿するって。体弱かったんでしょ？完全に健康ってわけじゃないみたいだね。そうなんでしょうね。そっか、なかなか難しいもんだね、体のことも。双葉の場合は骨を折っただけだったからそれほどでもなかったけど。だけって言っても大怪我だったけどね。寒いはずだ。え？教室の中にいたんでしょ？寒さなんか感じる？うん、微妙に違うよ。骨に響くって感じ？私も感じるかな。寒がりね。スカート短いしね。短い人は本当に短いもんね。学校にもフェミニズムの波が押し寄せればいいのに。みんなズボンになるの？男はみんなあくまで悪鬼で羅刹だみたいな。あれチカ子ちゃんじゃない？って感じ。あなたを愛してるとか。ハードボイルドだね。葵さん戸惑ってるみたいよ。千尋が奇妙な動きするから。はりゃりゃ、学校の購買よりは美味しいと思うんですよね。いろいろあるもんね、最近のお弁当って。そうなんですか？うん、ほら、どうしてもお母さんが忙しい時があるから。私、コンビニのお弁当って食べたことないです。嘘、マジで？うん、お店で出前取ったりとかもほとんどしないし。それで何食べてるの？草とか？だから料理して。ああ、草を。草から離れてよ。すごいね、え、待って、そっちの方が美味しいし健康にもいいし。京介ちゃんと結婚する女の人は大変だね。いや、エマと比べられたらってこと。みんな知ってたみたいだから。授業中もうるさかったしね。先生もプリプリしてた。やっぱりそれが1年生と2年生の違いなんだよ。というか、あんま
り生徒がいないから、もう。自習とか？それでさ、私、エマーチの近くで起こったんだってみんなに言ったの。そしたら、急に男子がエマの周りに集まり出しちゃって、私おかしくなっちゃった。だから、心配だよとかなんとか。はあはあ、それにかこつけてお近づきになろうと？そうそう。普段はそんなことないけどね。でも影ではモテてるけどね。そうなの？鈍いねエマって。ま、あんま興味ないみたいだし。それで男子たちもそのうち諦めちゃうみたいだけど。そんな事情全然気づかなかった。鈍いねエマちゃんって。話が見えないんですけど、また何かあったんですか？そんなことが。ああ、なんだ、こんなところにいたんだ。こんな真冬に外にいるなんて思わなかったから探しちゃったわ。クニミ、大変よ。何？木下が自殺したんだって。え？自殺？未遂だけどね。リストカットして。発見が早かったから助かったらしいけど。国見、どうすんのよ。どうするって。木下って国見のことが好きだったんでしょ？え、あ、いや。で、木下を振ったと。それがショックで木下は。ちょっと。それって言いがかりなんじゃないの？振られたくらいで自殺しなくちゃならなかったら、今頃地球から人が消え去ってるよ。ま、そこは人それぞれだし。だからエマには責任なんかないってこと。別に責任がどうこうなんて言ってないじゃん。じゃあどうしてわざわざ言ってくるのよ。